はい、こんにちは、大表現です。あのね、今日もですね、いつもの山の畑ですね、このね、石垣のね、段々畑なんですけども、ちょっとね、インスタの方でも上げてましたけども、モノラックですね、農業用モノレール、これのですね、レールを、引き換えるということでね、移設工事をお願いしていたのがね、昨日工事終わりましてですね、で今日は実際にですね、あれ初めて、作業でですね、使っていくっていうのをね、今日やっていこうかなと思いますね。はい。でですね、大体ね、こんなモノラックとかモノレールってね、みかん畑だったらですけども、まあ私みかん畑しか知らないんですが、これって大体その収穫したみかんを運び出すっていう感じでね、使うのがまあメインですし、これ動画見てる方もですね、大体それそういうイメージ持ってる人多いと思うんですけども、この作業の上でですね、荷物っていうのが別に収穫したみかんだけじゃなくてですね、他にもですね、まあ例えば肥料をちょっとやりたいと、肥料を撒きたい時のその肥料を積んで畑に持ち込む時とかですね、その他道具ですね、を畑に持ち込む時にもまあ使うんですよね。収穫シーズンほどね、それはあの荷物の持ち込みとか持ち出しってね、負荷がね、そこまで高くないのかもしれないですけども、まあ日常的に使うんですよね、これってね。今日はね、一応その日常的な作業の中でね、除草剤の散布っていうのがありましてですね、注意書きっていうことでね、一応言っとくとですね、大福園別にその、除草剤使ってませんとかですね、農薬使ってませんとかですね、そういうところを方針に置いた栽培ではないんですよね、はい、除草剤、これ、これからね散布するんですけども、除草剤もまあ適切に使った管理をしていますと。でまあもちろんですね、その散布の回数はね、減らす努力っていうのは一応してるつもりではいますね。観光的なね栽培で言ったらですね、まあ、大体何回までとかね、基準っていうのがあるんですけど、まあその基準の半分とはいかないかもしれないですが、まあ、結構少なめにやるようには努力してますね。まあ、でその努力の仕方っていうのはですね、この散布の時期とかですね、散布の方法とか、そういうところで工夫してますね。でそれってですね、もちろんお客様にとったらさ、農薬少ない方がいいっていう、まあ、イメージもあるでしょうけども、大福園の場合はですね、その農薬使ってる農薬少ないですとかですね、回数少ないですって歌ってはいるんですけども、前面に押し出した PR っていうのはしてないんですよね。でまあ目的って言ったらね、まあコスト削減ですね。コストっていうのはもちろん資材費ですね、その農薬代っていうのもありますし、なんていうんですかね、その人件費ですね、まあ、私自営業なんで人件費ってちょっと定義ができないかもしれないですけども、手間を減らすっていうことでね、はい、そういうまあ目的もあって、まあ、取り組んでますと、はい、ねこれですね、ホースリール、これでねホースピョーっとこう伸ばしていくんですけども、段々畑ってね、結構そのホースを引くのが大変ですし、またその引かれたホースをね、今度回収するのもね結構大変でですね、その時にねこのモノラック使うんですよね。で今回ですね、このレールですね、このレールの経路をですね変えるというような工事したんで、このねホースをですね、いつもと違った経路で通してですね、で散布してみようかなってっていうのが、まあ、一応今回のね、トライというか、実験ですね、はい、っていうのはですね、このレールに沿ってホースを引いていった方がですね、今度回収するときにね回収しやすいんですよね、一体どういうことになるのかね、まあ、やっていってみようかなと思いますね、はい、動画的にはですね、まあいつもこんな調子でやってるっていうのをね、まあ、お見せできたらいいかなと思います。はい、じゃあまあやっていきますかね。はい、じゃあやっていきますかね。まあ、ちょっとエンジンかけて、
よいしょ。こんな感じ。はい、あと、まあ、一応ですね、適切な保護具着用しときましょうかね。で、日焼け防止ですね。私の場合ですね、あとここにこれマスクをやりますと。これ、このマスク大げさですけどね、一応やってますね。いつものサングラス。本当はね、防除衣って言ってね、まあ、カッパも、着用したらいいとは思うんですけども、まあ、私除草剤散布の時はですね、着てないですね、正直。はい。あ、まあ、準備はしてるんですけども、着用はしてないですね。はい、長靴とこの手袋はね、やってますね。じゃあまあこれで散布していきますかね。どうでしたかね、まあ、レールに沿ってコースを延長してですね、散布しながらですね、どんどん下に降りていくっていうやり方でしたね。はい、下にずんずんやっていくとですね、フォースがずっと伸びていくんですね。で、まあレールに沿ってね、伸びていくような降り方をしていくんで、最後ですね、やりたいところまでやったらフォースがね、レールに沿った状態で終了ってなるんで、今度ねそれをこのホースリールをですね、このモナックに積んでですね、でそのまま降りてってですね、で巻きながら降りていくっていう感じですね。それで最後巻き終わったホースリールごとですね、モナックに積んで上がってきて、今この状態で、完了という流れですね。はい、まあ、今回ねこれだから移設工事やったんでやりやすくなりましたね。初めてのね経路でちょっとやったんでね、そこ慣れないとかね、例えばこれね石垣だったらですね、この石垣の隙間にホース挟まったりねして引っかかってですね、ホースこんなとかねあるんですけども、そういうのありましたけどね、やってれば慣れてきそうだなという、まあ、感触が持てましたね。はい、まあ、よかったですね。でですね、あのこれね、何書いてると思うんですけど、ここにですね乗車禁止って書いてるんですね。でさらにこっちからですね、過積載禁止っていうふうにも書いてますねでですね私さっきねこれここに、乗ってたと思うんですけどね、フォースリール荷物を積んでですね、人間も乗ってですね、多分これ移動するっていうのはねやってはいけない笑い事じゃないんですけど、まあ、やってはいけないことですね。はい、ただですね、あのまあ、きれいことばっかり言っててもねしょうがないと思うんで言ってしまうんですけども、こういうのもう日常的にですね、やってますね。あの私はもちろんですね、まあ物なく必要なですね、傾斜のきつい段々畑のですねでみかん作ってる人だったらね、人間がですよ、人間が乗らずにですね収穫とかね全シーズン通してやっていないっていう人いたらですね、結構まあ、素晴らしい運営だなと、まあ、思いますね。本当はねそういうのが理想だと思うんですけども、なかなかね人間が乗らないで荷物だけ乗せて移動っていうので成り立たせようと思ったらですね結構難しくて、まあ、ここだったらですね人間乗らないでおこうと思ったら、このレールとは別にですね、まあ、作業者の通る通路ですね、階段ですね、この場合はね階段確保したりとかですね、まあ、いろんな対策しないと多分それ成り立たないと思うんで、まあ実現されてる方いたらね教えてほしいですし、まあちょっとそういうのも見習いたいとは思うんですけども、大福園ねちょっとそこまでですね整備が行き届いてなくて、乗車して使うというのがまあ日常化していますと。は
はい、まあこれは問題ですね、はい。まあ、ただですね、じゃあこれ YouTube とか見ててもですね、物なく動いてる動画あるんですけども、なんかね、の乗車禁止っていうのにとらわれすぎてる人もなんか多いなと思ってね、これ別にね、ここに乗ってなんかやったからってね、何の法律違反もしてませんからね、これあのね、これだったらね、このニッカジっていうメーカーの製品なんですけども、製造者とかね、まあ、あとはこのモノラックを販売している業者さん、販売者がですね、禁止しているっていうことでですね、まあ、の製造物責任に関係するところの意味合いでですね、こういう先のね、化石材禁止とかですね、乗車禁止っていう表示が、まあ、謳われているのかなと、まあ、思うんでですね、まあ、私の場合ね、一応事業主でですね、事業主自らこれに乗って作業することにはね、何の法律的な問題はないんじゃないかと思うんですね。まあちょっと勉強不足かもしれないんですけども、ただこれはですね、まあ他の従業員さんとかね、アルバイトの方とかに乗ってくださいっていうふうにですね、業務上ですね、そういうふうな指示をしてしまうと、多分まあまたね、別の法律の方でアウトになるとは思うんでですね、まあ、そういうのは良くないとは思うんですけども、まあ、事業主自らですね、別に自園地の中で乗る分にはですね、なんか別に問題ないとは思いますね、はい。またそういうのね、知ってる方、詳しい方いたら教えていただいたらいいかなと思います。もちろんね、これだから乗車してですね、そういうすることによって、怪我したりとかねしたら、まあ、良くないんで、やらない方がいいんですけどね。まあ、大福園ちょっと恥ずかしながらですね、今実態としては、乗車が前提となっているやり方になってしまっているので、まあ、それはね、まあ、良くないと思うんで、まあ、今後ですね、何か、まあ、長い目でですけども考えていきたいとは思ってますね、はい。モノラックのね、こう乗ってるこのレールを短くしたりとかですね、そういう取り組みっていうのはね、まあ、こう園内道敷設とかですね、そういうことやってきたんで、危険性ってね、かなり少なくなったのかなとは思うんですけども、モノラックに乗車しないで成り立たせるっていうのは結構難しくてですね、現状ね、ちょっとできていない状態ですね。であとはですね、モノラック乗車とか化石材とかですね、そういうのが問題になる場面としては、まあ、輸出とかですね、そういうことやりたいなって思った時にですね、ギャップとかですね、いろんな認証制度、まあ、あるかと思うんですけども、多分ね、その認証は多分通らないでしょうね、はい。まあ、こういう不安全行動をしてるってことになってしまうんで、多分それはね、はダメでしょうね。だから推奨される行動でないことはね、もう確かですけども、これじゃあなんか法律違反になるかと言ったら、多分私のこのパターンの場合はですね、グレーっていうか多分大丈夫な範囲ですね。これでやったからね、なんか捕まるとかですね、罰金とかそんなことにはなんないとは思いますね。自己責任でやっているという、まあ、解釈で一応ねやってますね。例えば何でしょうね、製造物とかってね、何でもそうだと思うんですけども、製造者がですね、想定している以外の用途で使うことは大体禁止されているはずですね。まあ、乾電池とか、例えば乾電池とかも分解して使うとかね、そういうことは多分禁止されてますよね。まあ、やったらさ、危ないんですけども、やらん方がいいんですよ。でもやったからね、その分解した人がなんか、じゃあその法律的にね、責任取らされるとかはないですよね。その人が勝手に怪我するとか、そこがリスクですよね、はい。だから一応私もですね、これ乗車するときはですね、十分気をつけて、で怪我するかもというリスクを受け入れた上でですね、まあ使用してるってことですね。で他のですね、多分おそらくみかん農家の方で同じようなことやってる人もですね、同じ感覚でね、ちょっとやってるかと思うんで、乗車禁止って書いてるのに書いてるからダメとかですね、その一概になんかその否定する人ってネット警察みたいな感じですね、ちょっといるんですけども、なんか頭悪いかなと思ってしまいましたね。実際ですね、実情っていうのはまたねありますんで、そんなこと言い出したらね、いろいろありますからね、はい、はい。まあごちゃごちゃちょっとね、いろいろ言いましたけども、このモノラックね、まあ、工事やってよかったなっていう動画でしたね、はい。まあ安全にはね、
気をつけてね、これからもやっていきたいと思います。はい、じゃあ今日も見ていただいてありがとうございました。みかん食べてね、みんな元気に楽しくやっていきましょう。それじゃあさよなら。はい、もうお疲れさん。これからも単独で